ゆっくりしていってね。今回は、日本百名山の吾妻屋さんに登ってみたので、それを解説するぜ。吾妻屋さんは、浅間山の北、草津白根山の南にある山だぜ。高さも浅間山と草津白根山の中間くらいなんだけどな。浅間山のように噴煙を上げたり、草津白根山のように火山特有の火口湖を持ったりしないし、近くに温泉街や、有名なリゾート地ができたりもしないから、知名度的にちょっと地味な山なんだぜ。浅間山や草津白根山が活火山なのに対して、吾妻屋さんは旧火山なのね。まあ今の時代、旧火山って言い方はしないんだけど、噴火の確率は低い、穏やかな火山だぜ。だけど地形図を見ると、立派なカルデラ噴火口を持つ、れっきとした火山だな。見落としがちだけど、こうして見ると、立派なカルデラ火口ね。あと、吾妻屋さんって、名前はなんとなくよく聞く気がするけど、実らは珍しいね。文字をそのまんま読んだら、シアさんだもんな。で、この件については深田さんの日本百名山によると、この山から流れ出る川が、四方に広がることから、信州川の麓で四川山と呼ばれていたらしくてな。そうしてついた山名四川山が、いつしか書き間違えられて吾妻屋さんになったのではないか？という仮説を提示して、自分で決してそうではない。吾妻屋さんの名は1446年の神鏡にすでに書かれていた。とひっくり返して、なんだかカオスな文面になってたな。だからそのシアさんの字面の由来を知りたいのよね。で、ウィキペディアで調べてみたら、シアには吾妻屋、つまり四方に柱を立てて屋根を乗せただけの、簡素な休憩小屋の意味が、最初からあったんだぜ。深田さん、それ書いておいてくれればよかったのに。それ書いといてくれや、鹿川さんの話も、祠に何々の神が祀られていたという話も、いらないと思うけどな。でも、その調べ上げた神様の名前で、うんちくたれたかったんじゃないのかな？でも深田さん、祭神については遺説もあるが省略する。闘魂の人は無関心であろうから。って、切り上げちゃうんだぜ。は？カオスだろ？どうしたかったのかな？山スキーで吾妻屋さんに登った話をしたかったみたいだぜ。確かにカオスな展開ね。結局吾妻屋さんって名前は、吾妻屋の屋根のような形の山っていうことで、ついたようだな。なんか、前の動画の白さんとよく似たネーミングね。偶然とはいえ、何かのご縁かな？じゃあそろそろ、ウプ主が登った記録と感想の話に移るのぜ。2017年6月11日、菅平牧場の駐車場からスタートしたぜ。吾妻屋さんに登ってから、縦走するように猫だけに登って、まっすぐ降りるように歩いてきたぜ。行程は6時間35分、日帰り登山として、ちょうどいい感じね。ちなみに菅平牧場駐車場までは、東京方面から関越自動車道、上信越自動車道を走って、上田菅平インターチェンジを降りて、国道144号、406号を北上して、3時間くらいだぜ。駐車場は、結構広いぜ。で、吾妻屋さんへは、こう歩いていくぜ。菅平牧場駐車場は標高1590メートル、時間は朝5時。この駐車場からすでに、北アルプスの眺望がすごいぜ。いきなりパノラマなのね。また賞味期限切れなネタを。懐かしいだろ？物はいいようね。気持ち良くなったところで、登山を開始するぜ。まっすぐ登ると猫だけに登るから、まずは右折して、トラバースするように歩くぜ。細い舗装道路を行くと、
左手に登ると山道に入るぜ。途中、大明神沢を渡って、登っていくぜ。ここから上は、ちょっと笹やぶが邪魔なところもあるけど、無難な道だぜ。標高1900メートルを超えると、小東屋というところで再び展望が良くなるぜ。登山口も展望は良かったけど、ここからは初めて浅間山が見えるぜ。噴火口が見えるのね。うむ。浅間山の噴火口が覗けるスポットって、東屋さんしかないんじゃないかな。そして独立峰としての浅間山だけではなく、黒布山、水の塔山、籠の戸山、湯の丸山、烏帽子岳などの、浅間山連峰が間近に、ダイナミックに眺められて、素晴らしいぜ。八ヶ岳連峰も見えるのね。頂上まで登れば、もっとよく見えるぜ。反対側を振り返れば、猫岳が見えてくるぜ。後で登る山ね。さあ、登っていくぜ。ここは標高2000メートルちょっとなのに、高山帯の雰囲気ね。目指す東屋さんが見えてきたぜ。尾根筋がはっきりしてきたね。ここは中東屋、標高2106メートル。岩峰に登ると展望良さそうね。だな。けど展望スポットはまだまだあるから、ここでは割愛するぜ。中東屋を越えると、より高山帯らしくなってくるぜ。振り返ると、猫岳が一層立派に見えてくるぜ。こちらは、東屋さん頂上方面。越方を振り返ってみるぜ。随分登ってきたね。頂上までもう一頑張りだな。いい道ね。うむ。登って振り返ると、こんな感じだぜ。登ってきた甲斐があるね。ここは山屋神社奥宮、頂上のすぐそばだぜ。8時55分、東屋さん頂上到着。お約束の記念写真だぜ。それじゃあ、頂上からのパノラマをやるのぜ。
山頂から、さらに向こうに行くと、標高 2333.2 メートルの三角点があるピークがあるぜ。でも、明らかにこっちより標高低いし、展望もなさそうね。なんで、山頂から戻って、猫岳に向かうのぜ。猫岳は、笹の草原に覆われた山で、すごく明るい感じのする山だぜ。青空をバックに、輝く感じが素敵ね。深田さんは、積雪期にこの山域を訪れて、猫岳なんて、東屋さんの付録みたいなものである、と切り捨てたけどな。この広大な草原を知った上で、見下したのかな？まあ確かに、高さも、山の大きさも、付録級の三角だといえば、そうかもな。ただね、ご主人格の東屋さんって、山体が暗いんだぜ。植生によるものなんだけど、黒つぶれを引き上げるように現像し直して、この写真だからな。頂上の展望は素晴らしいのにね。だから東屋さんが悪いというんじゃなくて、陰の東屋さん、陽の猫だけ、という二つの個性が引き立つから、二つの山を両方登ることを、おすすめしたいぜ。どの写真を見ても、東屋さんの空は明るくて、猫だけ方面の写真は暗いだろ？偏光フィルターの効果もあるんだけど、それだけ東屋さんが暗くて、猫だけが明るいんだぜ。まあ、猫だけも北面は暗いんだけどな。11時過ぎ、猫だけ頂上到着。猫だけにも神社があるのね。だな。この山も眺めは素晴らしいぜ。まあ、パノラマは嫌というほど撮ったから、ここでは撮らなかったけどな。ただ、東屋さん頂上からは簡易パノラマでちょっと画像が悪かった、木曽御嶽山方面が撮れたぜ。東屋さん頂上では、御嶽山にちょっと雲がかかってたしね。こちらは乗鞍岳。こちらも、東屋さんからのパノラマではいまいちだった、志賀高原だぜ。もう少し高画質のもあるぜ。裏岩菅山の手前に、岩菅山があるの、わかるかな？横手山の手前を右に登る道は、日本最高所を行く、国道292号だぜ。さあ、そろそろ下山しようか。いい天気、いい展望の頂上、ちょっと名残惜しいね。頂上から、登山口がスカッと見える、こういう山もちょっと珍しいよな。降りていくのぜ。1740メートル、登山口まであと150メートルというところにも、展望台があるぜ。十分いい景色だけど、いい景色になれちゃったね。振り返れば、猫だけ。東屋さんは、ちょうど木に隠れてるね。霊夢のところにあるのが、まさに東屋。意図して建てたのかな？それにしても、いい青空だな。ほんと、お天気に恵まれたね。だな。下山は12時40分だぜ。今回は、これくらいにする？だな。ご視聴、ありがとうございました。